会社名とお名前お願いします。カリフォルニアウェーブです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では主な取扱いブランドを教えてください。サーフボード、ロングボードがこのタイラーサーフボード、そしてザ・ギルドサーフボード、サクサーフボード、チャックデントサーフボードです。あ、それとこっち側がグローバルサポート、あとフィーリングでビパッチ、それだけです。はい、ありがとうございます。結構いろんな取扱いブランドがあった中で、はい、一押しの商品を教えてください。一押しはタイラーサーフボードです。はい、それはどうしてですか？今年新しくスロットルっていうニューモデルが出てますんで、はい、はい、これが一押しですね。ニューモデルというとどこら辺が？まあ、日本の波用にあのタイラーが初めてあの日本人に合う日本の波用の板をタイラーが初めて作ったんで、はい、その辺がやっぱり一押しですね。これ素材は何でできてるんですか？これはあの普通のホームです。あ、そうなんですか。はい、はあのフィーリングっていうバッグをやってるんですけど、これはもう一から全て手作りであの作ってるバッグで、あの上のあのデニムの部分とかはもう一枚もんから最初から自分らであの染めて、あのまあもう2個と一緒の色が出ないぐらい全部手作りでやってるブランドなんで、すごい、まあ、一緒の商品でもまあ色合いが全然人と被らないっていう、はい、はい、ちょっと見てみてもいいですか？はい、どうぞ、はい、こちらですね、はい、あ、すごいですね、ウエット生地と合わせてるんですね。はい、めちゃめちゃ可愛いですねこれ。可愛いでしょこれは結構、はい、よく売れてます。でもこれ世界に一つってことですね、一つ一つが、はい、これこの部分とかはもう色を全部染めて一つ一つ手作りで作ってますので、もうこの色はもうこのカバンで二度と出ないです、はい、すごいですね。あとウェット生地と重ねてるのでそこまで重くなくて、ね、はい、軽量になってますね。はい、そうですね、少々の、水気でしたら下がウエット生地なんで、はい、中まであの濡れないんで、はい、すごい重宝されてますサーファーには、はい、ご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。